内閣総理大臣の安倍晋三でございます総理としての思いを存分にここで披露してもらいたいという温かいお言葉でございますが今日は少し慎重にあの <laughs> 原稿を読ませていただきたいと思います213年前の今日うるフ4月19日一人の男が江戸を食べてしました日本最初の実測地図作成で多くの方もご存知の 伊能忠敬ですえ今日は彼が最初の地図を作るため北海道に向けて出発したあ記念すべき日でもあります弱い55歳まあ、既に隠居していた伊能忠敬は人生50年と言われた時代にえむしろ50歳から天文学を学び測量を始めました十何年かけて歩いた距離は4万キロ地球一周と同じ まさに執念の測量でしたそうして完成した地図はその正確さに幕末にやってきた欧米人の人々も驚いたほどであったと言われていますいかに困難と思える課題でも諦めない強い意志があれば必ず乗り越えることができる行動を起こすのに遅すぎるということは ありません井上忠敬の偉業は現代の私たちを勇気づけてくれます遅れる復興長引くデフレ危機的な状況にある教育気をついた日本外交主権への相次ぐ挑発散席する国家的な危機に政権補足からほぼ4ヶ月経った今も日々格闘しています、まあ、しかし政治にこれだけやれば解決する というような近道はありません。井上忠敬が一歩一歩歩きながら地図を作っていったように、一つ一つ決断と実行を積み重ねていくほかに、結果を出す道はありません。遅れる復興には復興庁が前面に出て、現場と直結をする体制を作りました。私自身、毎月根本大臣と 被災地に足を運び、現場の声を聞き、復興の妨げとなっている手続きを見直すなど、地味ですが、一つ一つ答えを出してきました。2月にアメリカを訪問し、オバマ大統領との会談により、緊密な日米同盟の完全な復活を内外に発信することができました。その結果を踏まえて、 TPP への交渉参加を決定しました。これからが日本の外交力勝負です。基本的な価値を共有する東南アジア参加国を皮切りに、先月はモンゴルを訪問いたしました。東アジアの今後の安定を築く上で、極めて有意義な訪問でした。世界地図を 俯瞰するような視点で戦略的な安全保障外交を展開していこうと考えています他方で北朝鮮が挑発的な言動を繰り返すなど日本を取り巻く安全保障環境は依然厳しい状況にあります私は何としても国民の生命安全を守り抜くその覚悟ですそもそも 挑発的な行動は北朝鮮にとって何の利益にもならないむしろ状況はますます厳しくなるということを認識させねばなりませんそのためにも国連が決議した制裁を各国が確実に実施をするとともに日本は米国や韓国中国ロシアと連携しながら挑発を繰り返すことのないよう国際社会の一致した メッセージを出していきます経済の立て直しに向けては3本の矢を力強く居込んできました次元の違う政策が必要との認識のもと、従来の政策枠組みを大胆に見直す共同声明を日本銀行との間に取りまとめました2%の物価安定目標の実現に向けて取り組むことを明確にしました 黒田総裁らを新たに任命し、その下で大胆な金融政策が過断に実行されています。補正予算も成立し、機動的な財政政策も今や実行の段階に入っています。その解決を一,一刻も早く国民に行き渡らせるため、私自身、可能な限り報酬の引き上げを行ってほしいと、産業界に直接要請を行いました。 税制でも利益を従業員に還元する企業を応援しております。今年の春闘ではボーナスの満額回答など従業員の報酬引き上げを決めた企業が相次ぎました。4ヶ月前と比べてどうでしょうか。世の中の雰囲気は明るくなってきたのではないでしょうか。角ケーキウォッチャー調査では提供感が 過去最高となりました中小企業の景況感も21世紀で最高の水準となる見込みです。しかし、ここで満足するわけにはいきません。この明るい兆しをさらに力強く持続的なものとしなければなりません。いよいよ3本目の矢である成長戦略の出番です。今日はこの場をお借りして その一端をお話しさせていただきます。まず、私の成長戦略の全体像を語りたいと思います。そのキーワードは3つです。挑戦、チャレンジ、海外展開、オープン、そして創造、イノベーションです。人材、資金、土地など、あらゆる支援について。 その眠っている可能性を存分に発揮させるそして生産性の低い分野から生産性の高い分野へ支援をシフトさせていく成長とはそれを実現していくことにほかでありません一旦支援が配分されると既存の産業で固定されがちですこれを動かすことは並大抵のことではありませんまさにチャレンジと言えるでしょう 一本目の矢によって資金を潤沢に市場に流し込みます二本目の矢はその資金を成長分野に振り向けるためのトリガーですカミンファンドはリスクマネーを市場に供給することで成長産業への投資を生み出そうとするものです成長戦略の先駆けとして市場に存在していた資金の目詰まりを取り除きつつあります ようやく民間投資も動き始めています。企業の設備投資意欲は昨年末から急回復しています。人材支援も活性化させねばなりません。優秀な人材にはどんどん活躍してもらう社会を作る。そのことが社会全体の生産性を押し上げます。現在、最も活かしきれていない人材とは何か それは女性です女性の活躍はしばしば社会政策の文脈で語られがちですしかし私は違います成長戦略の中核をなすものであると考えています女性の中に眠る高い能力を十二分に開花させていただくことが閉塞感の漂う日本を再び成長軌道に乗せる原動力だと確信しています 具体策については、後ほど詳しくお話をさせていただきます。日本の未来を担うこととなる若者には、まずその能力をどんどん伸ばしてもらわねばなりません。これも具体策は、後ほどお話ししますが、国際人材でなければ、国際的な大競争時代を乗り切れない、そう考えています。私たちは国際的な大競争から逃れることはできません。であれば、むしろ、 打って出るしかないそれが成長戦略の2つ目のキーワードである海外展開オープンです今やものづくり製造業だけではありません食文化も医療システムも教育制度も交通エネルギーインフラも全てが世界で売り買いされる時代ですそのためには従来のものの貿易ルールを超えて知的財産や投資 標準といった新たな分野のルールを作っていく必要があります。だからこそ、アジア太平洋欧州などとの経済連携交渉を積極的に進めていきます。TPP が目指す経済秩序は、アジア太平洋全体の新たなルール作りのたたき台になることは間違いありません。その中心に、日本が存在するために、 私は交渉参加を速やかに決断しました。インフラや制度に関わるビジネスは多くの国で政府のコントロールのもとにあります。何といっても首脳外交が物を言う世界です。いよいよ経済外交をスタートします。近くロシアと中東を訪問し、食文化、エネルギー、医療システムなど幅広い分野でトップセールスで 海外展開の動きを本格化させます。特に医療の分野では日本は年間2兆円の貿易赤字となっています。それもこの5年間で8000億円増えています。国内の医療ニーズはどんどん高まることが予想されており、逆に打って出なければ赤字はさらに拡大していくこととなりかねません。日本にも強い分野はあります。 例えば CTMRI を使った画像診断においては日本は世界最先端を走っていますがん治療に用いられる粒子線でも世界トップレベルの技術を持っています新行症区では生活水準が上がるにつれて感染症からがんや脳卒中などの生活習慣病へと疾病傾向が変化しています 日本の高い技術の出番ですロシアでは5月からウラジオストックに日本式画像診断センターが開所しますさらに今回のロシア訪問を機に粒子線治療施設を建設するため日露で協力する動きも進んでいます中東でもアラブ首長国連邦のアブダビに世界最先端の粒子線治療を行うことができる日本 UAE 先端医療センター構想を推進することについて次の中東訪問の際に合意したいと思います。そのためには日本の高度な医療技術を世界に展開する母体が必要です。来週政府が温度をとって20を超える医療機器メーカーと50を超える医療機関が連携して新たな体制を作ります。このメディカルエクセレンスジャパンのもと 国際医療協力を新たな成長の種としていきます。日本の医療産業が高い競争力を持つためには次々とイノベーションを起こしていくほかに道はありません市場と技術の大きな出会いとも呼ぶべき革新的な価値を創造するイノベーションは官民が一体となって協力しなければ生まれません世の中のニーズに応えるあるべき社会像を 国が明確に示した上で、その実現のために、政府も民間も投資を集中させることにより、新たな成長産業を生み出すアプローチです。特定の産業を国がターゲットするのではありません。何も新しいことではありません。過去にもやってきたことであります。例えば、東海道新幹線の建設、超特急列車、東京大阪間3時間への可能性、 この議論が初めて世に出た昭和32年、東京大阪間は特急列車でも7時間かかっていました。それを半分以下に短縮するのは誰もが夢見る世界でありました。技術的には困難だらけの挑戦、まあ、しかし3時間で結ぶという目標に政府がコミットしたことで空気抵抗を少なくする流線系車体、 振動を除去する岩津市バネなどさまざまなイノベーションが生まれました東京オリンピック前の開業を目指し車両製造など膨大な量の需要が生まれそこから多くのその産業が生まれましたさらにより早くという世界共通の夢の実現は日本の新幹線を世界の新幹線へと押し上げ鉄道は輸出産業になれました 誰もが夢見るあるべき社会像を見定めその実践に向けて諦めないことが新た,な産業新たな事情と産業を生み出しますそしてその目指す社会像が世界も求めるものならその技術は必ずや世界に輸出できます今後策定する成長戦略では健康長寿エネルギーインフラ 地域活性化といった分野でそれぞれあるべき社会像を提示しその実現に向けてどういう政策が必要かを検討してまいります今日はその中でも代表例である健康長寿社会に向けた戦略をご紹介したいと思います従来の医療は疾病治療が中心でした病気になった後に治療するというやり方です まあそのおかげで日本は世界に冠たる平均寿命の長い国となりましたしかし健康寿命は平均寿命より6歳から8歳低いとも言われています本来の寿命が来るまでに病気で苦しんだり寝たきりになる期間があります私が目指すのは同じ長寿でも 病気の予防などに力を入れることで健康な体の維持を重視する社会です。健康は誰もが求める世界共通のテーマです。健康長寿社会が構築できれば必ずや日本から世界にも広がると信じています。その鍵の一つが再生医療創薬です。 山中教授のノーベル賞受賞に象徴されるように iPS 細胞の利用などこの分野の研究で日本が世界一であることは間違いありませんこの研究の強みをさらに高めるために私は iPS 細胞研究に対し10年間1,100億円程度の研究支援を行うこととしました、まあ、しかし実用化では日本は大きく 出遅れています。試験中のものも含めた再生医療製品の承認状況を比較すると、米国が97、欧州は62、韓国45に対して、日本は6しかありません。再生医療の実用化、産業化を力強く進めるため、大胆に 規制制度を見直していいいきたいと思います例えば再生医療についてお医者さんが患者さんの細胞を培養して移植する医療行為を行う場合現行制度ではお医者さん自身が培養加工を行わなければならず外部に委託する仕組みがありません先日東京・医療機関 女子医大の研究施設を訪問しましまた早稲田大学の理工学部と以降連携により細胞シート技術を利用して培養を大量に行う増加機械の開発が進んでいますこうした技術が確立すれば移植するお医者さん自身が培養を行うよりも民間に外部委託することでより安全で安価な再生医療が 可能となります現在外部委託を可能とする新たな法制法案の準備を進めており今国会に提出したいと考えています。新陳シートなど再生医療製品を作る場合には薬事法に基づく承認を受ける必要があります。これについても審査期間を大幅に短縮できるように少数の患者による 有効性の確認でも市販を可能とする薬事法改正案を今国会に提出し早期に実用化できる環境を整えますこの法案では医療機器についても大胆な規制緩和を行います心臓ペースメーカーなどを除いて民間の第三者機関の認証も認めることで審査のスピードアップを図りますわせて、 医療機器の製造を受けようメーカーを認可制から登録制に緩和することで技術を持ったものづくり中小小規模企業がこの分野に進出できるようにしたいと思います私は海洋性大腸炎という難病で前回総理の職を辞することになりました5年前に画期的な新薬ができて回復し再び 総理大臣に就任することができました。しかし、この新薬は日本では承認が25年も遅れました。承認審査にかかる時間はしかし現在どんどん短くなっています。むしろ問題は開発から申請までに時間がかかってしまうことです。国内の臨床データの収集や 治験を進めるる体制がが不十分でであることがその最も大きな理由ですどこかの大学病院で治験をやろうとしても1か所だけでは病床数が少ないので数が集まらない別の病院の病床を活用しようとしてもデータの取り方もバラバラで横の連携が取りにくい結果として開発などに相当な時間を ししてままいます再生医療のような未踏の技術開発は成果につながらないリスクも高く民間企業は見逃しを踏みがちですそのため新たな分野へのチャレンジほど進歩は遅れがちですこうした課題に19世紀に直面した国がありましたアメリカです19世紀後半多くの一民が移民が集まり コれらの流行が懸念されました。民間に対応を委ねる余裕もなく、国が主体となって研究所を作って、コれら対策を進みました。ここから時代を経て、アメリカ国立衛生研究所、NIH が生まれました。国家プロジェクトとして、自ら研究するだけではなく、民間も含めて、国内外の臨床研究や、知見のデータを統合集約する、そして薬でも、医療でも、機器でも、 すべての技術を総動員してターゲットとなる病気への対策を一番の近道で研究しようという仕組みです。その結果、いない市は心臓病を半世紀で60%減少するなど国内の疾病対策に大きな成果を上げています。さらに現在、がんの研究所やアレルギーの研究所など全部で27の研究機関を、研究機関施設を抱え 2万人ののスタッフををししてて世界における医療の進歩をリードしています日本でも再生医療をはじめ健康長寿社会に向けて最先端の医療技術を開発していくためにはアメリカの NIH のような国家プロジェクトを推進する仕組みが必要です。いわば日本版 NIH とも言うべき体制を作ります。統一的な 基盤を作って国内外の臨床研究や遅延についてデータを統合し製薬メーカー、機器メーカー、病院が一体となって取り組みます。官民一体となって研究から実用化までを一気通貫でつなぐことで再生医療創薬など最新の医療技術の新たな地平を私が先頭に立って切り入いてまいります。先日、 一人の女の子から手紙をもらいました。今年、小学校を卒業したその女の子は、生まれつき小腸が機能しない難病で、幼い頃から普通の食事はしたことがなく、すでに8回も手術を受けています。iPS 細胞の研究への期待を込めながら、手紙はこう結ばれていました。治療法が見つかれば、とっても 未来が明るいです。そして、何でも食べれるようになりたいです。前向きに、希望を持って生きていこうとしている、こうした小さな声にもしっかりと耳を傾け、応えていくことも、政治の責任であり、役割です。特に、難病から回復し、再び総理大臣となった私には、難病で苦しむ人たちの視点に立った、 政策を進めていく天命とも言うべき責任があります日本版 NIH を設立した暁には国家プロジェクトとして難病検知を一気に加速させていきたいと考えていますそのことにより現在難病で苦しんでいる皆さんにも将来に希望を持っていただける社会を構築してまいります それこそがあるべき健康長寿社会です。新たな産業につながる成長戦略の柱として進めてまいります。さて、難病で苦しんでいる人だけではありません。すべての人,人が意欲さえあれば活躍できるような社会をつくることが成長戦略です。老いも若きも障害や病気を抱える方も 意欲があればどんどん活躍してもらいたいと思います。一度や二度の失敗にへこたられることなく何度でもその能力を生かしてチャレンジできる社会を作り上げます。すべての人材がそれぞれの持ち場で持てる限りの能力を生かすことができる全員参加こそがこれからの成長戦略の鍵であると思います。高度成長時代の 所得,倍増計理論所得倍増計画を理論でた下村治博士は、経済成長の可能性と条件と題した論文の中でこう論じています。成長政策とは、日本の国民が現に持っている能力をできるだけ発揮させる条件を作ることだと、下村博士は当時4500万人いた就業者が、 非常に高い潜在的な能力を持っているにもかかわらず、創造的な能力を発揮できる機会が少ないことを指摘し、機会さえしっかりと与えられれば、日本経済は成長できると解きました。この下村博士の言葉は、現在も普遍的な価値を持っていると考えます。昨年末に政権が発足してからのわずか3ヶ月で、それまで低迷していた 新規求人数は4万人増えました。1本目と2本目の矢は確実に新たな雇用という形でも成果を生み出しつつあります。雇用を増やしている成長産業に成熟産業からスムーズに人材をシフトしていく。必要なき労働移動は成長戦略の一つです。 成長産業のニーズに合うよう労働者の能力アップが必要です。受け入れ企業が訓練を行う場合にその費用を支援する労働,労働移動支援助成金を大幅に増やします。成長産業と労働者のマッチングを円滑に実施するための第一歩として3ヶ月間のお試し雇用を支援するトライるル雇用制度を 拡充します政府のハローワークに仕事を紹介してもらった場合だけに利用できる現行制度を見直しをして、求職者の目線で民間の紹介ビジネスや母校のキャリアセンターによる場合でも利用できるようにします。これは労働移動マッチングへの民間の活力を生かす第一歩であります。支援対象も学卒で 未就職の若者などに大幅に拡大していきます将来の我が国を担う若者たちにはもっと能力を伸ばしてもらわねばなりません企業が求めている社会保険労務士など各種資格を取得するために頑張る若者たちには自発的キャリアアップ制度を創設して応援したいと考えています ただし国際的な大競争時代にあって求められているのは国際人材です今必要なのは世界に勝てる若者ですしかし日本の若者たちはむしろ内向きになっています。日本人の海外留学者数は2004年の8万3,000人をピークに減少に転じ2010年には 五万八千人まで、三割も減りました。そこで、まず。ジェネシス二点ゼロをスタートさせました。アジアの多くの若者たちに、日本に来てもらい。日本の若者たちと交流する。そこから、日本の若者たちが大いなる刺激を受け。アジアの国々に理解を深め。外に目を向けるきっかけを作るのが。 目的の一つです課題になるのはコミュニケーションの基礎となる言語です高橋コレキはアメリカで奴隷契約書に誤ってサインしてしまうという震災をなめ命がけで英語を身にせたという話もありますがまあ、それは過去のことです若者たちが使える英語を身にせることを必須とする環境をあらゆる場面で作っていくことが必要だと考えます まず、会より始めよう。公務員試験については、生きた英語を必須とするよう指示を出しています。海外留学にチャレンジしようという若者たちが評価コストされても、不利益を受けるようなことがあってはなりません。ただ、大学へのアンケートでは、7割近くが帰国後、就職などのために留年する可能性を、 海外留学への障害としてて挙げています加えて就職活動が大学3年生の途中から始まってしまうことについては学業に集中できないという指摘もあります世界との大競争時代に日本の将来を担う若者が目の前の就職活動にとらわれて内向きで能力を伸ばす機会を失うのは看過できませんそのため 大学生が3年生まで学業に集中しそして留学から帰ってきても就職活動に遅れが生じないようにします。現行の就職活動のスケジュールを34ヶ月程度後ろに倒し春休みになる3月から広報活動を開始留学生たちも帰国した8月から 採用選考活動ができるようにすべきだと考えます。これについては先ほど私から直接経団連など経済三団体にお願いをして前向きに協力するとの回答をいただきました。若者たちが自分たちの可能性をさらに伸ばしそしてその可能性が発揮される職場を見つけることができるよう応援してまいります。さて、まあ、ようやく 私の成長戦略の中核である女性の活躍についてお話をさせていただきます。社会のあらゆる分野で2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30%以上とするという大きな目標があります。 先ほど、経済産団体に全上場企業において、積極的に役員、管理職に女性を登用していただきたい。まずは役員に1人は女性を登用していただきたいと要請しました。まず、会より始めようということで、自由民主党は4役のうち2人が女性です。 こんなことはかつてはなかったことであります。二人とも。女性の役員では、日本で最も注目される役員、女性役員として活躍をしていただいています。まあ、そのおかげかどうかはわかりませんが。経済産団体からは早速。前向きな回答をいただきました。ただ、足元の現実はまだまだ厳しいものがあります。三十代から四十代にかけての女性の就業率が。 ガクンと下がるいわゆる M 字カーブの問題については少しずつ改善の傾向にありますがヨーロッパの国々などになどと比べると日本はまだまだ目立っていますいまだに多くの女性が育児を取るか仕事を取るかという二者択一を迫られている現実があります待機児童は全国で 二万五千人ほどいます。深刻です。しかし、全国で最も待機児童が多いという状況から、あの手この手で、わずか三年ほどで、待機児童ゼロを実現した市区町村があります。横浜市です。やればできます。要はやるか、やらないか。<laughs> 私は、待機児童の早期解消に向けて、このいわば、 横浜放出を全国に横展開していきたいと考えています。まず、これまでの国の支援対象ではなかった、これまで国の支援対象ではなかった認可外保育施設についても、将来の認可を目指すことを前提に力強く支援します。これまで支援の対象としてこなかった20人未満の 小規模保育や幼稚園での長時間預かり保育も支援の対象にします。さらに賃貸ビルなども活用して多様な主体による保育所施設新地産出産に促すとともに事業所内保育の幼稚園を緩和して即効性のある保育の受け皿整備を進めてまいります。 保育士も確保保しななければなりません保育士の資格を持つ人は全国で113万人しかし実際に勤務している方は38万人ぐらいしかいません7割近い方々が結婚や出産などを機に第一線から退き,続きその後戻ってきていません保育士の処遇改善に取り組むことで復帰を促していきます このような総合的な対策である待機児童解消加速化プランを用意しました。子供・子育て支援新制度のスタートは2年後を予定しておりました。しかし、そんなに時間をかけて待ってはいられません。状況は深刻です。そのため、今年度からこのプランを直ちに実施します。平成25、2 0 6年度の2年間で20万人分の保育の受け皿を整備します。さらに保育ニーズのピークを迎える平成29年度までに40人分の、40万人分の保育の受け皿を確保して待機児童ゼロを目指します。その実現のためには保育の実施主体である市区町村にも 同じ目標に向かって本気で取り組んでもらわなければなりません。政府としても最大限の努力を行い、意欲のある市区町村を全力で支え、待機児童ゼロを目指します。妊娠、出産を機に退職した方にその理由を調査すると、仕事との両立が難しいことよりも、家事や育児に専念するため、 自発的にやめたと子どもが生まれた後ある程度の期間は子育てに専念したいと希望する方がいらっしゃるのも理解できることです現在育児介護育児介護休業法によって認められている育児休業の期間は原則として1年となっていますしかし子どもアンケートを取ると 一年以上の休業を取りたいという方が6割にも上っています。子供が3歳ぐらいになるまでは育児に専念したいという人が3割もいるのが現実です。女性が働き続けられる社会を目指すのであれば、男性の子育て参加が重要なことは当然のこととして、こうしたニーズにも応えていかねばなりません。 3歳になるまでは、男女が共に子育てに専念でき、その後にしっかりと職場に復帰できるよう保障することです。そのため、本日、経済3団体の皆さんに法的な義務という形ではなく、自主的に3年育休を推進してもらうようお願いいたしました。ただや、ただお願いするだけではありません。3年 育休を積極的に認めて子育て世帯の皆さんの活躍の可能性を大いに広げようとする企業に対しては政府も新たな助成金を作るなど応援をしていこうと思いますブランクが長くなると昔やっていた仕事であってもついていけるかどうか不安になることもあるでしょうこうした皆さんが仕事に本格復帰する前に 大学や専門学校などで学び直しできるよう新たなプログラムも用意することで3年間抱っこし放題での職場復帰を総合的に支援してまいります子育てに専念する経験も貴重なものです私はむしろ子育てその自体が一つのキャリアとして尊重されるべきものですらある と考えています実際自らの経験に基づいて外出先でも授乳できる授乳服を開発して会社を立ち上げ20億円規模の新たな市場を開拓した女性もいらっしゃいます。子育てを経験した女性ならではの斬新な目線は新たな商品やサービスにつながる可能性に満ちたものです。是非ともその経験を社会で生かしてほしいと強く願います。 そのため、育児休業ではなく、一旦会社を辞めて、長年子育てに専念してきた皆さんにも、いつでも仕事に復帰できるよう応援していきます。長年、子育てに専念してきた皆さんに対して、新たなインターンシップ事業やトライアル雇用制度を活用して、再就職を支援していきます。さらに、子育ての経験を生かし、 この地に自分の会社を立ち上げようという方には、企業創業時に要する資金援助も用意します。仕事で活躍している女性も、家庭に専念している女性も、すべての女性が、その生き方に自信と誇りを持ち、抱てけるような日本を作っていきたいと思います。挑戦、海外展開、そして創造、 成長戦略のための新たな3本の矢を束ねることで日本は再び成長という階段を上り始めることができると信じます。最後に先ほどの下村博士の別の言葉で締めくくりたいと思います。これは成長政策の基本問題と題する昭和35年の論文の序文にある言葉です。本格的な 行動成長に入ろうとしていた日本への下村博士の強いメッセージです。10年後の我々の運命を決定するものは現在における我々自身の選択と決意であり創造的努力のいかんであるこの可能性を開拓し実現するものは大英的消極的な ことなかれ主義ではなく、意欲的、創造的なたくましさである。日本国民の創造的能力を確信しつつ、自信を持って前進すべき時である。私は日本国民の能力を信じます。日本国民の力によって、もう一度日本経済は力強く、 成長しますそう信じて次元の違う成長戦略を策定し果敢に実行してまいりますご清聴ありがとうございました安倍総理ありがとうございました、えー、力のこもった四十四分にわたるお話でございました <laughs>、はいえー、残りの時間はあの質疑にあいたいと思いますけれどもあの成長戦略の中核は女性であると 要はやるかやらないかだという言葉がまだ耳に残るお話でございましたけれどもえとこれから残された15分強をですね質問にやっていたいと思いますあーのーいつもの通りでございますけれども質問のある方には挙手をお願いしまして当方で指名をさせていただきますお近くのマイクにお進みいただきましてですね所属やお名前を明らかにした上でご質問をお願いしたいと思いますそれではご質問したい方 はいどうぞ。日本経済新聞の大林と申します、えー。下村博士の言葉を引用されながら、まあ総理の成長思考へのですね強い意欲をまあ感じたあ感じました。であの成長戦略の上成長戦略を進める上で、やはりその TPP 交渉への参加。 これが私は非常に重要だと思っていますでその TPP 交渉に入っていく入っていく上で、えー、国内対策の一番の課題である、まあ、農業政策についてお伺いします、えーまあ。攻めの農業への転換ということを総理はかねておっしゃっているわけで、えー、強い農業経営をより強くするというためにどういう、まあ、規制改革が必要なのか。 今の段階でお考えがあればできるだけあの具体的に教えていただきたいと思います。例えば民間企業が農地をもっと大規模に利用しやすくする、まあそういうような農地法の規制の問題もあると思います。その辺についてできるだけ具体的に聞かせていただければと思います。ありがとうございます。まあ農業については私は。 農業の多面的機能を尊重したいと考えています国土を守り地域を守り文化と伝統そして環境を守ってきたその価値これは重視しなければなりません一方農業産業としての面からも考えていく必要があります TPP において当然全ての産業において世界の競争にさらされることになるわけでありますが農業は今申し上げましたように多面的価値が ということはしっかりと押さえていくべきだろうと思います。まあその上で日本の農業を果たして競争力がないのかといえばそんなことはないわけでありまして、いわば言ってみればですね、えー、食の安全安心を考えれば日本の農産品は極めて質が高い安全安心だと言ってもいいと思います。まあその特性を生かしていくことが極めて重要なんですね。えそしてもちろん。 今、まあ、質問ののああった、えーまあ、規制等を変えていくべきものそれはありますあの、まあ、例えば新たに農業に参入をしたい、えー、今までの別の分野での経験、えーけえー、やっぱ経営経験等を生かして農業に参入したいという方々もいないおられますでもなかなかできない、えー、むしろそういう方々にもです、ね、いかに農業に参入してもらえるか。 そこで活性化を図っていくことが重要であろうし、そういう人たちのですね経営者としての知見を今こそ生かしていく時を迎えていると私は思っています。えー、まあ私も農家の皆さんとま地元で交流しとすることが多い。彼らはほん本当に真面目にいいものを作っている。まあしかしですね同時に商品である以上どうやればターゲれるか、経営ニーズを果たして何か、どこに売れ,ればよりたくさん売れるか、あるいはどう広報を展開していけば たくさん高く売れるかそして生産者のです、ね、収入をどうやって増やすかあるいは海外にどのように輸出していくかそこはです、ね、まだ未開拓の分野に近いいいとと言ってもいいと思うんですねまだこれをや,やってることを全てやった上でうまくいかないというのであれば別なんですがまだやっていないことがたくさんありますからえこういう分野においてですね、えー、農家の所得を増やしていくことにどうすればつな,つながるかということを 考えながら政策を進めてていいいきたいと思っていますその上において農業分野の規制緩和も含めた新しい政策についてはです、ね、今後またこうした機会を作ってです、ね、この3本目の矢の中の第2弾としてです、ね、お話をさせていただきたいと思いますが今着実にです、ね、農業分野におけるいわば成長についてです、ね、どういう具体的な あ政策があるかを今詰めている最中でありますので、どうか対応していただきたいと思います。よろしいですか。じゃあのまたの機会をぜひ実現したいと思います。<laughs> えと他にご質問ありますか。一番端の方。えと朝日新聞の小野木と申します。えー、経済成長と消費増税の両立について。 その工夫を総理にお伺いいいしたいと思います総理がおっしゃるとおりデフレからの脱却というのは日本経済にとって当面の最大の課題であると私も思いますがそのためにこそですねここで増税を機会に家計の消費が萎縮してしまうというようなことは絶対に回避しなければいけないと思いますでそのための工夫として例えばですが食料品のですね 税率を据え置く、つまり現在の5%のまま増税をしないということも有効なオプションではないかと思います、まあ、そのことによって、ですね1%の消費増税に占めるですね税収、2.5兆とか7兆とか言われますが、その分が0.5兆分ぐらい入ってこなくなることがありますから、財政再建スケジュールそのものに影響が出る分はあると思います。しかししかそのことによってむしろ デフレからの脱却を加速することができですね。経済成長,を経済成長と税収の増加をですね。図ることができれば、まあ、むしろお釣りが来るかもしれないと。まあ、いろんなことが考えられるわけですが、これについてのですね。総理のお考えをお聞かせいただきたいと思います。全、ま、国、あ、ご存知の通り、イギリスでは食料品の税率はゼロ税率であります。フランスが五点五パーセント、そしてドイツが七パーセントです。 日本が来年4月8%になりますと、えー消費、付加価値税の標準税率が20%近いヨーロッパの主要国のですねそこの食料品の税率よりもですね日本が一挙に上回ってしまうと、それで良いのかどうかと、ここはやはり政治の出番、判断のしどころではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。あのまあ、今の ご質問は、まあ、極めて重要なポイントでありまして、えー、安倍政権においては、まあ、デフレ脱却を最優先課題にしております。えー、もちろん、まあ、消費税を上げていくということを決めることによって、まあ、国の信任を得ている、えー、財政再建のために、まあ、進んでいるという、えー、国の意思を示すことになって、まあ、いるわけでありますがしかし、えー、結果としてデフレ脱却がうまくいかない、えー、景気が、えー、腰折れしてしまう結果は 税収が増えないということになりますから、そこは極めて慎重に考えなければならないと思います。その判断をするのは、あ今年の秋でございますが、そこで,です、ね、複数税率の問題については、すでに与党で協議をした結果です、ね、次の段階、8から10の段階において、低所得者対策としてです、ね、考えていくということでありますが。 いずれにせよ、えー、そこで、まあ、来年の段階においても、ですね、まあ、この複数税率ということではなくて、えー、景気を底割れさせないための、えー、工夫というのは、さまざまな工夫については考えていかなければならないと、えー、考えておりますはいよろしいでしょうか。えー、っとそ次,次の方、えー、っとその方方そどうぞ 朝日新聞のと言います、えー、総理はの20万人の待機児童を解消するために、25年度、26年度からもうすでに実行されるということですが、あの具体的なです、ね、この財源について、どのようにお考えになっていらっしゃるか、えー、具体的にお答えくださいあのお25年、26年でありますが、えー、26年についてはあの、上がっていく今度、3%分の一部を当てることになっています。 そして25年度についてはです、ね、すでに、えーたまあのえー、積んでいる基金をです、ね、活用していくことになっておりますので、財源はしっかりとすでに確保しています。はい、それでは次の方あの、成長戦略の中核は女性ですので、じゃあ、それではまず男性の方から、ね。 はい、そちらどうぞ。はい、そちらの方どうぞ。えっとアジア人社の上戸と申します。それ大事に一言を聞きたいですけれども、日中関係についてですね、日中関係についてこれからどうすればいいか、そして安倍総理はあのいつか中国に訪問しますか。よろしくお願いします。<laughs> あの昨日の園遊会においてもですねたまたま鄭太子と鄭家太子とですね、えー、ご夫妻とお目にかかって、えー、日中関係、えー、戦略的互恵関係の基礎に戻って、えー、しっかりと、えー、再構築したいですねという話を私からいたしました。えーまあ、そここで、えー、大切なことはです、ねえー、今、まあ、尖閣をめぐって 緊張が高まっていますが大切なことはですね一つの問題で関係全体を明かさせないいことだとだ思いますそれ以外においては特に経済においては切っても切れない関係なんですから大切なことはですね一つの問題に足を捉えることなくいわば対話を再開することが私は重要なんだろうとこのように思います。その観点から言えばですね日本は常に 中国に対して対話のドアは飽きているということでありましてまさに戦略的互恵関係の原点にかえって日中関係をいわば良好な関係に戻していくことが大切でないのかなと思っております。よよろしししいでしょうかよしじゃ えー、読売新聞の橋本と言います。えー、今日は成長戦略だったんですけども、どうしてもやっぱりこれちょっと確認しておかなければいけないことがあります。それは憲法改正の問題です。うんえー、96条を先行させてまあ、改正に向けて動こうとされてますけども、まあ国民主権である最大の受援は一番大事な憲法を 国民の手でででどどうかできるかどうかかかきるなんですねそうしますとね、今、国会政党レベルで論議をされている。しかし、これをもっとやっぱり国民レベルに、これは下ろ,さ下ろすというのは変ですけども、これは国民がこういう議論をするような装置をね、それはやはり政党が責任を持って作っていくようじゃなければ、これは国会だけでどうこうできる話ではないと。私はそう思うんです。そのために これからどういうことを考えておられるのか、もっともっといろんな人の意見をこれは発表できる場、いろんなものをそういうものを考えておられるのか、そうじゃなければ狭い論議になってしまう、そう非常に懸念するがゆえに、この点をお尋ねしたいと思いますあの一番国民の皆様に議論をしていただける機会はやっぱり選挙だと思うんですね。な、えー、なかなか 憲法が国民的ななな課題にならなかったいくつか理由があるんですがその一つはやっぱり96条改正条項においてですね3分の2の発議がそれぞれ衆参でなければですね国民投票とはならないつまりですねおそらく国民投票にはならないんだろうなと多くの国民の皆さん思っていたんだと思いますね。3分ののをちょっと超えれればですねそれはもう国会の中に 長田町に閉じ込めておくことがでできるんですからだ,だからそれをまず変える、えーまあ、そのためには3分の2は必要ですがいよいよそれは可能性も出てきた、えー、と思います、えー、そして、えー、その上においてですね日本維新の会も、えー、この憲法改正96条からやるべきだ橋本さんもそう言ってますね、えー、つまり彼らの発信力結構強いですから若い人たちには届いています。そこで、えー、こでのお 選挙を通じてです、ね、96条を変える意味について、議論が起こり、その議論の上においてです、ね、それを可能にする多数を得ることができればです、ね、さらに国民的な議論は高まっていくだろうと、このように思います、まあ、つまり憲法改正のリアリティに近づくことができるんだろうと、国民憲法を国民の手に取り戻すためには、96条を変えていく、私はそのことが必要だと思います。 ありがとうございました。えー、っとそちらのあのはいその北海道新聞の高住美と申します。今日はどうもありがとうございます。えー、尖閣諸島の問題で鳩山首相が1月17日中国との要人との会談で経緯、えー、問題として取り扱うことが問題解決の糸口になる糸口になると発言されました。でこれについて小野寺防衛相が 国族という言葉を使って批判されましたでその後ネットや一部のマスコミで国族という言葉もしくは外官誘致罪で死刑という言葉が氾濫しました鳩山さんの警備は今強化されています、えー、防衛大臣というのは自衛隊という実力部隊を指導する立場ですその実力が間違っても別な方向に 向かないように最新の注意を使うそういう職責の方だと私は思います。えー、安倍総理はこの小野寺防衛相の発言についていかがお考えでしょうか。お聞かせください。あのまあ小野寺さんの発言を正確にですね、えー、紹介しますと国族といったのではなくて、えー、国族と言われるかもしれないという、えー、表現だったんですがね。まあ正しい対応としては鳩山さんの発言は無視することです。<laughs> えっと、それでは、あの最後の質問を募集したいと思います。どうぞ。時間が来ておりますので、手短にお願いします。個人会員の興味はです。もっと事実。あのー、今、国会議員の定数改正で、五ぞ、五減をやってますね。で、国民の感情としては、とってもあんなもんじゃ足りないと。 もっと大幅に減らすべきだということで各党がいろいろやってますけどほとんどこのままじゃ自分たちの既得権益を守ろうとして実現しないだろうというのがまあ私もそう思って見てるんですけどこんなことやってちゃうですねやっぱり日本おかしくなりますよそこで大幅削減いろいろ民主党も出てますし自民党も出してますけどせめてそのぐらいはですねきちんとやって この国会中にやり抜ける覚悟があるかどうか、このままいったらまた選挙でなんていうんですか、ゆめになってしまうんじゃないか、はい、そののお覚悟をお聞きしたいと思います、はいあのまあ、議論を整理しますとです、ね、一、えー、票の格差是正、格差是正と定数削減があります、まあ、これは別の課題と言ってもいいと思います。えー、まずは格差是正について、えー、公裁からです、ね、意意見見状態意見 無効という各判決が出ていますそして世論調査からもですね、まずはこの意見状態を是正せよこれは多くの国民の皆さんがそう言っておられてその中においてゼロ増五減というのはこれは格差を是正するためのものでありますこのゼロ増五減についても交際について論評は分かれておりますが東京交際の論評東京交際の判決 においてはですね、このゼロ増五減は評価していただいています。そしてしかしなぜこのゼロ増五減がなかなか成立をしなかったかということについて、これは定数削減と一緒にやろうとして結局ですね政党間でまとまらなかったことに原因があるとまで東京高裁は指摘をしているんですね。つまり東京高裁の判決においても先にゼロ増五減やりなさいということですから我々はゼロ増五減これは。 えー、国,国税調査に基づいてです、ねえー、法律にそう書いてあるんですから国税調査に基づいて、えー、訂正を是正をしていく、えー、2倍以内にしていくということについてゼロ増5減によってこの2倍についての、えー、格差は是正され意見状態はなくなくります、まあ、だからこそ、えー、自由民主党はです、ね、まずはこのゼロ増5減からやるべきだということにしておりますし民主党もそもそもです、ね、ゼロ増5減については賛成したんですから。 あとは区割り審に、えー、答申をして、えー、そして区割り審にです、ね、諮問をして答申があったものをですね今法律化をしてやっているんですからそれはまあ最大限ですねこれは、えー、立法府の一員の責務として速やかに成立をしてもらいたいと思いますよそこでまずは格差是正は成り立つわけでありますそしてそこで、えー、もう一つは定数削減でありますが、まあ、定数削減についてもですね まあ、ただままますすすいう言葉がありますね多ければ多いほどいいでは少なければ少ないほどいいのかということを真面目に考える必要があると思います、えーまあ、そこで、えーまあ、我々日本の国会議員の定数については OECD 諸国の中でもですねアメリカを除けば、えー、国民に、えー、人口比において、えー、国会議員の数は、えー、最低の最も少ないレベル実はそうなんですがね、えー、しかし、まあ、消費税を上げる。 中において私たちは身を削る努力は必要です、まあ、その政治論において私,たち私もですね身を削る努力をしなければならない、まあ、そこで、えー、自由民主党は案をまとめてもうすでに30元比例の30元という案を自民党と公明党で決定しています、えー、党内で随分議論がありましたよこの,この30元方式というのはですね実は自民党に一番不利な制度にしています、えー、つまり小選挙区制度においてですね 民意が集約されすぎて少ない得票率においてですね多すぎる実績を得るそれを補正するというまあそういう仕組みを入れたのがこの新しい自由民主党案でありまして30人減らしますとですね前の5人と合わせれば35人減ると国会議員の数はですね大正8年の国会議員の数以来になります。大正8年はは今のの人口の半分ですからつまりこれは 過去最,最も少ない国民1人当たりの国会議員の数になるということでありまして果たしてそれ以上減らしていいのかどうかという、まあ、問題もあると思いますよ。で政治はですね結果つまり現実にどう多数をちゃんと形成していくことが責任を持ってできるかどうかです。我々は与党は自民党と公明党で与党でこの合意をしました。でですすから野党はですね 反対してますがそれぞれバラバラじゃないですか言ってることがねだったらこれに賛成をしていただければですね直ちに今清美さんが言ったご懸念はですね解消できるとこのように思いますまあ要はやるかやらないかなんだろうとやめますねはいありがとうございましたあの予定を